まあ、あれだけ張り切っていたわけだし、気持ちはわからないでもない。でも、この単純さがチケットのいいところでもある。私たちも負けていられないな。しかし、自分のレースもあったというのによく準備したな。うん、チケットの子守に苦労するのは想像に難くない。展覧会まで手伝う羽目になるなんてな。相当しつこく迫ったんだろう。目に浮かぶ。お前の思っていることくらい言われなくても分かってる。無論大心もな。うん、そういうことだ。私たちはダービーで走り合おうと約束した。ライバルだろ。ならば協力することだけが全てではないと分かるだろ。私も大心もお前が連投という厳しい条件を乗り越え勝利したのを見て奮起した。言葉なんて必要ない。今はただ前を走り続けよう。私は大心に抜かれたから。そのうち洗濯機はダービーだとか言いかねん。どれをとっても栄誉なこと。必ずものにしたいものだな。まったくずるいな二人とも。私も一緒に走れたらと嫉妬したぞ。気持ちはわかる。おのおのがいくつものレースを走り抜いてようやく同じ場所に立ったんだ。感慨深い。私も必ず皐月賞に行く。今度は三人で走るぞ。深呼吸だ。ゆっくり静かに深呼吸すればいい。入学当時から一緒に走りたいと話していたので、ようやくその時が来たなと。今度はお前たちが先に言え。あんなに締まらない会見は初めてだったな。小顔機能っていうのがある。早日でいつも頭の大きさ気にしてるからいいんじゃない。私が気にしてるのは髪の広がりであって、頭の大きさじゃない。走って勝つ。そのために限りを尽くしてきた。今日この日のためにな。一着は三輪はやひで、一番人気のウィニングチケット破れました。それがいないんだ。走る番になってもスタート地点に来なくて、うん、トレーナーも知らないとなると。おい大臣、怪我というわけではないよな。負けるのが怖いのはお前だけじゃない。それでも私は挑み続ける。私たちはこれ以上何も言わない。あとは自分で気持ちの整理をするんだ。私がダービーまでたどり着けたのは、少なからずライバルの存在があります。ライバルが一歩先を行けば、私は二歩先へ行こうと努力できた。そうして互いに努力し合ってこの舞台に上がってきたんです。しかし舞台に上がることがゴールじゃない。私のゴールはライバルと走り合って勝つことです。というか、なんで制服で走ってるんだ。あそこしかない。まさにビクトリーロードをお前は駆け抜けたわけだ。だが次はこうはいかないぞ。菊花賞では私が背中を見せる番だ。ダービーに思いを馳せた彼女とライバルが織りなした最高のドラマに、ファンはいつまでも賛美のコールを上げ続けた。そしてそのドラマはこの先もずっと色褪せることなく、新たなドラマへと紡がれていく。